おはようの。おはよう。材料あるのかな。材料あるよ。唐揚げじゃないよ。なんか勘違いしてそうだけど。猫の目おはよう。ジェイさんこんにちは。元気だよ。猫の目さん花火 www www www。もう今日だけで300人ブロックしたよ。昨日と今日で、今日だけか。今日だけで300人ぐらいブロックした。もう身内放送に変える。俺フォローしてない人もそうだし、アイテム投げない人も、うざがらみする人も全部ブロック入れてる。あと見なくなった人も全部ブロック入れてる。それでいいよね。猫の目さん、私はブロックせんといてや。無課金になったらブロックするよ。大手なんかなりたくないし。猫の目さん、わらわらわら。大手なんかなりたくないしさ、もうなんか普通に楽しい人たちだけでやってこうよ。仲のいい人たちだけでやってこ。ジェイさん、それでいい。うん。
さん猫の目の代わりに賞。ありがとう。魔法も裁判さん頑張って働くよ。頑張って働いて。猫の目さんにみからありがとう。ありがとうみんな。もういなくなった人とかにああだこうださ、なんか調子のいい時だけなんか偉そうなアドバイスされても腹立つし、もう普段居ついてくれる人だけの店でいいや。もう疲れた俺。即風呂の和道になる。徹底的な身内放送を目指す。あと配信者とも絡まないもん今後は。また映画作りたくなったら一度話しましょう。いや、もう作らないですね。ソロさんごめんね。ありがとうね。まあでも、ソロさんもね、どうせ和道の映画、CG いらないよって言ってたし、多分関わることなかったんじゃないかな。多分ご縁がなかったんだよ。まあもし、生主をして、なんか面白かったら、あれですけど、もう映画作ることないと思いますよ。バカバカしいサラリーマンみたいなことやるんだったらやめた方がいい。おばしおさんはどつる。うん、ただつる。あー、タバコ吸いて。タバコ吸えないの結構精神的にダメージでけえな。タバコ吸いて。紙タバコ超吸いて。やば。J さんタバコの下の。米がかびてる。タバコね、プルームテックだけにしたんだよね。
くそ。おましおさん、吸いたいけど吸えない辛さはよくわかる。錆びてる。くそ。うっ。くっせ。うわ、やば。錆びてるよ。炊き忘れでずっと米放置してて腐ってる。日本酒みたいな匂いする。やば。これはあかん。これはあかん。すげえ。よく洗わないと。2ヶ月ぐらいだな。くそ。あ、純子さんごめんね、ブロックです。 J さん、あら、あの、他の放送で楽しんでください。バイバイ。無課金っぽい感じもブロックしてこうね。無課金っぽい雰囲気もブロックしてこう。ねえ、閲覧30ぐらいでいいよね。サンブロックです。さよなら。はい、ふわさんもう二度と来なくていいです。お疲れ様です。はい、あなたももう来なくていいです。ブロックです。
の映画好きさ10倍青木だとる。ごめんなさいね、他にも面白い放送あるんで他に行ってください。今調べてブロックにしますんで。いや、そんなことないですよ。関わりたくない人はもうブロックです。さようなら。あなたもブロックです。仲のいい人限定の放送なんで。ちょっとね、ちょっと待っててね。いらないです、パチンコとか来ないでください。貧乏くさいのいらないんで。他に投げてください。何号炊こうか、米何号炊こうかね。ブロックだ。 J さん、飯テロ配信もしてくれるのかな。もちろん。2、2、3、2つぐらいでいいかな。2つ、2号ぐらい。アモーモサイガンさん、私もお米炊かないと。お米炊こう。アモさん炊こうぜ。
ないなら最初からイベント参加するな。よいしょ。あ、1時間ぐらい浸しておこうね。あの重さいあんさんがそうやってお米洗うといいねえ。最初から水につけると濁った水をお米が吸うから嫌だった。え、そうやって米洗うといいね。あ、一番最初が大事なんだよ。一番最初が一番ぬかを吸いやすいから、ザルにボールに入れてパッと引くの最初。そうそう、一番最初のね、水に、そう、米の中にぬかの匂いがつくから。そう、これはレストランで教えてもらったんだよね。なぜか洋食レストランで。なんで洋食レストラン詳しいんだろうね。いや、バイ W 私より生活力高いわら。俺だって16歳から一人暮らししてるよ。寝癖がすごい。
あ、もうも西岸さんちょうどお米洗うの見ててよかったわ。意外とね、分かんなかったりするよね、普段自分が慣れてることね。特に家庭のこととかそうだよね。匿名ただの映画好きさん、カチンコをプレゼントしました。匿名ただの映画好きさん、カチンコを2個プレゼントしました。ブロックです。塩さんそろそろ寝ます、おやすみなさい。うん、ごめんなさい、おやすみ。また明日。
あー、タバコ吸いたい。タバコ吸いたい。猫の目さん。うん。コーラ買ってこよう。珍しくコーラを買おう。ていうかマック食いたくない？マック。マック買いに行こうよ。マック食べよう。マック。そうだ、マックにしよう。マック買いに行きまーす。マック、マック食べたい。ちょっとマック買ってくるわ。いい？マック買ってきてもいい？いい。アゴゴサイアンさん、いい。うん、行ってくる。猫の目さん、いいよ。うん、行ってくる。マック、ちょっと置きっぱにするね。充電ないから。マック買ってくるわ。ソラゼットオスさん、どうぞ。うん。マック買ってくる。ニンニさん、行ってらっしゃい。はいはい。行きます。アモーモサイアンさん、私も食べたくなるじゃん、マック。もうやめて、サンマックに行ったらしいよ。アモーモサイアンさん、マック遠いからお米炊くしかないのは。衛星さん、近くにマックあるの羨ましい。
マモーもサイアンさんポテトも買ってくると思う人の。猫の目さんの。アモーモサイアンさんやばい、ポテト食べたい。マックだ。アモーモサイアンさんお帰りなさい。はい、入り、ただいま。寒いね。猫の目さんお帰り。うん、ただいま。ただいま。Right.
草薙さんその格好で行ったの？ごめんなさい、あのブロックです、草薙さん。うちフォロワー限定なんで。ソラゼットオス、さんこの時間でもバックやってるんですね。やってるやってる。いただきまーす。コーラエール。会ったこともない人にタメ語で話せるんだろう。慣れないしわ。サマーカットベンさん、お金を取られて嫌な思い。はい、サマーカットさんブロックです。さよなら。他でやって。アモーモサイガンさん、ポテトキッパー。うまい。うん。ポテト塩少なめが好き。ハイパークロちゃんさん、ワドツ。ワドツ。クロちゃん、いらっしゃい。ちょっとうめえな。ハイパークロちゃんさん、コーラ？うん、コーラ。氷なし。ぬるいのが好き。食べてないけど、今度町まで行ったら食べる。いや、食べない方がいいと思うよ。俺はザンクだからね。
匿名ただの映画好きさんカチンコを3個プレゼントしました。いらないです。無課金とか貧乏臭いのやめてください。ブロックです。ブロックです。嫌がらせセッションでブロックです。マックは体に悪いよ。せっかく九州にいるんだもん。美味しいさつま揚げとか食べた方がいいよ。またさつま揚げ食べたいな。アモーモ西岸酸素が。うん。匿名ただの映画好きさんカチンコをプレゼントしました。はい、ブロックです。嫌がらせしてくる人は徹底的にブロックします。匿名ただの映画好きさんカチンコを3個プレゼントしました、はい、あなたもブロックです。猫の目さんお腹減ったからパン食べてきた。おかえり猫の目。はい。はい。次の人は誰？この人ね。ブロックです。さんとフォトコラボしてフルボッチした和道さんですが、和道さんが昔付き合っていた彼女が履いていたパンツを持って帰って頭にパンティーをこうむって配信している犯人は誰でしょう。しょうもない米やったなわら。ジュリアさん何買ったの？はい、ジュリアさんブロックです。関係ないです。ニャンニャンさん月見バーガー。はい、にゃんにゃんさんブロックです。あんたに関係ありません。
さん。なんで俺が答えないといけないのな、みんなな。嫌がらせコメントしてくるやつは全員ブロックします。嫌なやつ。匿名ただの映画好きサンチス。はい、ブロックです。あ、これ有料アイテムだ。はい、チーズ。おはよう。ごめんなさい、ここで失礼します。またカードのお金払い忘れてるからギフト送られるの待ってて。おい、ニンニン、おやすみ。また明日。おやすみ。待ってるよ。ジャンク、体に悪いぞこれ。ジャンク。匿名ただの映画好きさんも寝るの。また明日ね。うん、アイテムありがとう。おやすみ。もっと慣れてよ、ゆるアイテム。みんなもっと慣れて。無課金アイテムいらないから。有料アイテムだけでいいです。あ、これうまっ。無課金とかいらないんで、他に投げてください。無課金は。うまい。
永井博一さん、相変わらず気持ち悪いなお前。匿名ただの映画好きさん、10倍カチンコをプレゼントしました。いらない、ブロックです。嫌がらせしたんでブロックです。フォローしてないやつからアイテムとかいらないから、コメントもいらないし、どっか行けよ。プレゼントしました。サチさん、カチンコをプレゼントしました。はい、ブロックです。つけたよ。
じゃあコツがうまく使えてないね。1曲2曲叩きますか。私まあそうだね、アメちゃんさんパチンコを3個プレゼントしました。ブロックです。SK さん誰のドラムですか？俺のドラム。俺。ドラムテック物足んねー。タバコ吸いたい。
亀蔵さん、カジンコをプレゼントしました。ブロックです。こんばんは。2019年3月の15日4時46分です。コラボアークです。